皆さんこんにちは、なごみです。いかがお過ごしでしょうか。今日は天気も悪く、雨予報にもなっておりました。でもこのところ雨も降っていないので、ちょうど良いかもしれませんね。年末にどんどん近づいている今、あちこち忙しそうに動いていますね。そうなると事故が多くなってきます。先日も3車線を通行止めにしている事故を見ました。本当にお気をつけください。さて、本日も視聴者さんからご紹介いただいたお店に向かっております。場所は壬生になります。まあのんびりと車を走らせましょう。ちなみに今曲がった交差点のところにも暁商店というラーメン屋さんがありますよね。あちらもいつも混んでいるお店ですが、一度も行ったことがないので訪問してみたいですね。さて到着です。本日訪問させていただいたお店はこちら。とちっこさんとなります。お店の看板はちょっとホラー的な感じになっておりましたが、読めなくはない。よく見るととちっこです。あちらに見えるのは北関東道ですね。あれの恩恵を私はだいぶ受けました。本当ありがたかった。お店の周辺は多少民家がありますが、畑だらけですね。良い雰囲気です。何気にこの看板が非常に分かりやすく目印になります。時間通りに到着したので参りましょう。入店するとこの懐かしい感じのストーブが迎えてくれました。ストーブの上の夜間も懐かしい光景です。テーブルもありましたが、怖がりがありますので、そちらを利用させていただきましょう。どちらかというと、こっちがメインでしょうね。昭和の雰囲気が漂う、懐かしい感じの雰囲気のお店です。定休日はあちらですね。うちにあったような。漫画も気になりますが、扇風機も気になりますね。こちらが卓上です。照明がどうにも反射しちゃいますが、メニューを見ていきましょう。メニューがほぼ1000円以下の設定ですね。量的なものは分かりませんが、今どき安い方なのではないでしょうか。お母さん2人で営んでいるようですね。良い雰囲気のお店です。ラーメンが580円からスタートです。さすがにワンポイントはいきませんが、安いですね。
番高い品がこれ、ヒレカツカレー。私の注文はチャーハンランチ、ハンラーメンの選択としました。こちらがチャーハン、そしてハンラーメン、付け合わせが3つついて、これで890円となります。ラーメンは昔ながらの醤油ラーメンって感じですね。こういうのが一番うまいかもしれません。こちらがチャーハンですね。ではいただいてまいりましょう。チャーハンはちょっと薄味ですかね。しっとりタイプです。ラーメンは半ラーメンの割に意外と量はあるかもしれません。そしてこれは見た目通り昔ながらの醤油ラーメン、味が濃いめでこれはうまい。この付け合わせがまた良い味出してますね。チャーハンはやっぱり薄味なので胡椒を使わせてもらいましょう。和え物はごま油の風味、漬物は柚子の香りが非常に良い。チャーハンにコーンが入ってますね。こういうチャーハンもありますね。まだまだこういう昭和感満載のお店が残っているのは大変嬉しい限りです。時代も令和になり、昭和っていう時代も忘れられてきたような感じもありますが、こういう実家的雰囲気を味わえるお店がまだまだあるっていうのは個人的に嬉しく感じます。そういえば気になるお店などがありましたら、概要欄にお店の住所などを記載してあります。差し支えなければそちらをご覧いただけると幸いです。お腹も十分満たされてきました。1000円以下でこの量なら十分だと思います。最近のランチはちょっと多く食べようとすると2000円くらいすぐ行ってしまいますからね。本当ありがたい感じのお店です。完食です。ごちそうさまでした。大変美味しくいただきました。チャンネル登録お願いします。